じゃあこんにちは豊さん。はい、はい、今日はお勉強まあお勉強っていうかさまあ昨日広島日本ハム戦で、うんうん、まあ4回にワンアウト一塁、うん、ね、まあピッチャー床田、はい、バッター万波、はい、まあ一塁走者が上川畑、はい、というところで起きた、うん、ボークの話、はい、それからこういうケースでボークが行われた場合はどうなるんだろうという、うん、ちょっと問題を考えたんで、はい、これね意外にね難しい。いやシンプルにこのプレーを解説してるのを見て、うん、最初こんがらがりながら見てたんですけど、うん、まあなんかなんとなくああそうなのかと思って聞いていて、うん、じゃあこういう時はどうなるのっていうケースを見ていきます。まあ後で考えてるからね、はい、だからこのケースは意外と単純でさ、はい、床田が投げる前に万波に投じる、うん、もう一瞬前にボークを宣告された、はい、でも万波はそれに気がつかず、うん、バーンとここに中村翔成レフトの頭上を襲うような打球を打ってるわけ、うん、ね、でそれを見た上川畑はこう回ってしまうんだよね、うん、はい、はい、もうそれぐらいもう抜けそうだろうってそうですよ、ね、いうことで、でも中村翔成がもう見事なファインプレーしたわけよ、はい、そして菊池につなぎファーストにボールが戻ってきて上川畑は戻れきれずダブルプレーが成立したかのように見えたわけ、はい、だけど、まあ、審判団が、うん、いや投げる前に床田君がボークをしてると、うん、はい、いうことで万波の当たりは取られたけどもこれはノーカウントだと、はい、で上川畑も一塁からボークによりセカンドに進塁できる、はい、だから4回一死一塁が4回一死二塁にからの新たなスタートになったわけね、はい、だからシンプルに万波選手が打つ前の状態でボーク一塁ランナーが進塁という形ですね。そう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 、はい、しかし、うん、ここでね覚えておいてほしいのは、はい、万波が打った打球が、はい、これが仮に中村が取れずにヒットになりました、うん、はい、ヒットになりました、はい、そうなったらプレーは続行なわけ、はい、そしたら上川畑は戻らなくてよくて、うん、ホームまで もうおそらく帰ってきたと、はい、ただボークになった瞬間に、はい、バッター優先になるから、はい、だから取られた瞬間にいやそれはもうボーク不正投球なんで、はい、カウントしませんよということで全部戻されて上川畑がセカンドに進んでプレー続行になったわけ。ということは今回の場合はフライアウトになったので、うんうん、打者から考えると有利ではないからってことですか、うん、そうそう打者有利のためのルールだからね、ボークというのは不正投球だから、はい、だから戻されて万波は助かったわけ。じゃあもう大前提にはそういったことがあるそうそうっていうことですね。でも逆に言えば、はい、中村翔成、はい、ね、ボークと知らんかったかもわからないけどもよく取ったよ、うん、はい、これ取らなかったらもう1点失ってるっていうことだから。そうですね、うん、頭上を越えられてそうです、ね、打者有利だから、はい、だからヒットになったらそれを採用するということだから、まあ、そうですね。そこではい、ということが昨日あったプレーの実際にあったプレーのことで、ね、でということを踏まえてね、俺がね、うん、あれこういう場合はどうするんだろうと思ったことがあったわけよはい、問題がね、はいはいはい、だからさっきの話はもう一度は言うけども、うん、ヒットだったら、うん、ね、全然プレーは続行なわけ。要するにそれは暴行はなかったことになっちゃうってことですか。 なかったことになるということね。うん、でそこで、うん、俺ちょっと疑問になって、うん、で問題出そうと思って審判の人にね電話をわざわざしました。そう問題出そう、で確認をした、出そうと思った前に、うん、すごい疑問があったんですよね。そうそう、豊さんの中でね、うん、仮に、はい、これランナーサード、はい、ね、はい、例えばの話、はい、これもうね最終戦ぐらいで、うん、首位打者争いをしてたと、うん、ね、まずケース1ね、ケース1首位打者争いしていた人が打席に立っていると、うん、はい、で投げる前にボークという宣言をされた、はい、ヒット打てば簡単なことだよね、うん、
さっきの話で言うとヒットやったらもう成立だよね、はい、でこれヒット1本で首位打者確定だから、はい、うん、だけどこれが凡打になるとする、うん、そしたらどうなる、なかったことになりますか、なかったことになるね、ただしランナーは進むから1点取れるよね、はい、ね、で打ち直しができるということ、はい、でヒット打てば首位打者だし凡打だったらそのまま凡打とカウントされる、はい、だから首位打者は取れない、はい、いい、はい、だから首位打者の人は打点もつかないし、つかないボークでの進塁だから、はいはいはい、これが1つ目、ここから問題、はい、打点を、はい、ね、1打点で並びます、もう相手は終わってる、うん、だからまあ単独じゃなくて、うん、同率では取れるんだけども、うん、打点を、うん、ランナー1死3塁で1打点、はい、上げれる、うん、ね、もう何でもいいから何でもいい1打点欲しいんですよね、何でもいい、うん、打つ前にボーク宣言されました、うん、この打点王のバッター、はい、打ちました、はい、レフトフライに大きな当たりを打ちました、もう犠牲フライには十分な大きな、うん、これはタッチアップ、はい、取りました、はい、スタートをする、うん、ホームイン、ホームイン、はい、この時に、うん、どうカウントされるでしょうかというのが問題、はい、どういうふうに考えればいいのかという、さあどうですか、打点を取りたいよね、取りたい、それは1打点だもん、最終戦だもん、最終打席だから絶好のチャンスが回ってきて外野フライ打てた、はい、でもその前に宣言はボーク、はい、でもランナーはタッチアップして本塁を踏んだ、うん、はい、このケースでどういうふうに記録されるか、形はタッチアップホームインだけど、うん、ボークって言われた時点で三塁ランナーは生還するってなると、うん、1点はボークによって入っていてなんだけど打者有利なホームを取るって言われたら、うん、どこまで考えたらいいのか分かんないですね、ヒットだったら問題なく、そうですよね、さっきからボークって言われてもヒットだったら優先的に打者優位なことが起きるよね、うんうん、これ犠牲フライだったらどうする、俺も勘違いしてた、答え言いましょうか、はい、ね、うん、これは、うん、ボークを優先して、うん、打点にならずホームイン、うん、ボークによる進塁で、進塁でチームには1点入るけども、はい、この打者の打点にはならない、なるほど、それで打ち直しなんだよ、そしたらだからあとホームラン打つしかない、そうですね、うん、いや俺がねこれねよく勘違いされるのは、はい、これがね例えばボークじゃなくて、はい、打撃妨害だったら選択肢の余地があるわけ、打撃妨害で犠牲フライを打ったらってことですか、うん、打ったら、うん、いやこれはもうこのままでもいいと、うん、いや打点をこいつにつけてくれっていうのは、うん、優先的に選択ができるんだよ、うん、いやいや俺ボンダだから首位打者だから、うん、いやボンダだと困るんだとやり直したいよやり直したいって言ったらやり直せるんだよなんかそこら辺すごい柔軟だから難しい部分ありますね、だからね、うん、打撃妨害とボークの差っていうのはこう違うんだよ、だから俺も勘違いしてた、俺もこの問題を考えた時にこれあれこのケースは打点王が立ってたらこのボークはどうなるんだろうと思って考えて、いや俺は当然優先権があると思ったわけよ、打者に、打者に、だからランナーはタッチアップして打点を取れて、あこれは犠牲フライと認められるっていう、だけどこれは認められないらしい、なるほど、このね個人は自分の記録を大事にするけども、うん、ルールというのはチームによってあるものだから個人の記録なんか全く関係ないらしい、まあそういうことですね、ああいやだから俺も勘違いしてた、でもヒットならボークなしにできるっていうところがなんかちょっと複雑ですよね、そうなんだよ、もうどちらにしてもヒット打とうが何だろうが、うんうん、ボークだったら一旦そこで進塁してやり直しっていうルールだったらみんな混乱しにくいかもしれない、ボールデッドだったらね、あそうそういうことですね、うん、いやだからこれはね俺も勘違いしてて、難しい、俺は優先権がある、考え方の柔軟性で優先権があるっていうふうに思ってたんだけど、うん、今日本当に実際審判の方に電話して聞いたら、うんうん、いやそれも打点は認められないとそのバッターは打ち直しはできるけど自分の打点に点は入る、うん、もちろんボークの瞬間に点が入るわけだから、うん、
そうです ね、うん、だからそれは打ち直しで、ただ打点はつきません、チームに1点は入るけどって言われた。こんなことが起きたらさ、うん、大変だよな。でもね、うん、でもね、審判の方も言ってたのは、うん、こういうケースはあんまり考えてませんでしたと、うん、いうことはおっしゃってたけど、はい、でもちゃんと答えていただいてね、うん、いや俺も謎だったけど、はい、俺も勘違いしてたから、うん、これはあのこういうことが起きたらやっぱ大変なことになるだろうなと思うね、うん、複雑ですねやっぱり、うん、そうだね、だからまあサヨナラのケースとか、まあ、いろんなことを考えたけども、うん、打点王のケースだけは難しいなと思ってさいやいや、なんかね、うん、はい、だからまあこういうことが昨日ね、広島日本ハム戦で起きたんで、はい、ちょっと取り上げて、うん、まあ、皆さんにもルールを知っていただきたいということで、はい、まあ、動画にしてみました。はい、ね、ありがとうございました。はい、はい。